函館ド津ク株式会社は北海道函館市にある企業。津が大文字となるが、読み方はドックとなる。東北以北で最大の造船メーカーであり、函館と室蘭に造船所がある。函館では幕末の開港から函館港を中心に発展を遂げ、造船は北洋漁業とともに函館の経済を支えてきた。 室蘭では造船業から撤退していた時期に、橋梁や産業機械を製造することで生き残りを図ってきた。多目的で、カンドックを使用しているのは、日本国内で唯一とされている。函館造船所の第1号カンドックが、経済産業省の近代化産業遺産に認定されているほか、船入り官房派邸とともに、函館港改良施設群として、 土木学会戦勝土木遺産に認定されている。函館造船所はハンディサイズバルカーと呼ばれる2万から4万重量トン級のバラ積み船の建造において国際競争力がある。2000年代には自社開発の3万2000トン級バルカースーパーハンディ32が国内外選手に受け入れられ10年余りで80隻を超える受注を重ねた。 2010年代には、ナムラ造船所と共同開発した3万4千トン級、バルカー、ハイワルク 34E が、国内外選手から高評価を受け、やはり多くの受注を獲得している。いずれも同系船の連続建造により、低戦果を実現することができた。ナムラ造船所とはその後さらに改良型の3万8千トン級、ハイワルク 38E 及び4万トン級、 ハイワルク42位も共同開発し、受注を得ている。室蘭製作所は、箱館造船所建造船の尖閣ブロックの一部の製作を担当するほか、橋梁や陸上に役機械の製作、旧奈良崎造船から引き継いだ小型船の新造等を行っている。また、箱館造船所、室蘭製作所とも、監督等による船舶修繕事業を幅広く手掛けている。 函館土地区の前身となる、函館選挙は、弁天台場とその周囲の春節埋め立てと選挙の築造を同時に行う構想で計画した。春節工事は、北海道町が、埋め立て工事は、函館区が、選挙工事は、函館選挙が負担した。函館港のシンボルとして親しまれてきた2機の大型クレーンは、1979年に造船不況により、 周辺の土地と合わせて売却した。保存を求める市民運動もあったが、老朽化による倒壊などの危険性から最終的に、函館市が撤去する方針を決めた。そして、2009年に函館ドツクが解体撤去した。なお、映画、解凍市女系のロケーション撮影は、大型クレーン解体に伴って先行ロケを実施した。旧ドック跡地は、 1988年に、青函トンネル開通記念博覧会、函館会場として使用し、その後は複合施設を建設するマリンパーク構想を計画していたが、北海道南西沖地震で建物や岸壁が被害を受けたことなどから構想が中断し、計画が頓挫した。2003年に函館市は函館国際水産海洋都市構想を策定し、 拠点施設として2014年に、函館市国際水産海洋総合研究センターがオープンした。函館造船所構内に函館スチールセンターが、進出している。設備室蘭製作所設備函館造船所、室蘭製作所。ありがとうございます。